ネムルト3首のない座像立ち並ぶ首像、ネムルトさんはトルコ東部の標高2134メートルの山である。アドゥヤマン近郊のキャフタから40キロメートル北に位置している。ネムルトさんは19世紀後半にオスマン帝国軍が偶然山頂付近を行軍した際に山頂部が人工的な建造物であったことが発見され。 1881年に、ドイツ出身の技士、カール・ゼシュターによって、本格的な発掘調査が行われた。ネムルト山の山頂には、コンマゲネ王国の王アンティオコス一世が、紀元前62年に建てた王自身の座像を含む8から9メートルの巨大像が、並ぶ、巨大墳墓があるとされているが、現在でも埋葬施設が発見されていない。 このことから現在でも、宗教上の儀式を取り行う場として機能していたと、する説と、王自身がそこに永民することを望んだ墓所とする説とが対立しているが、結論は出ていない。直径152メートル、高さ49メートルの頂上部には、王の座像のほか、2羽の足、2頭のライオン、様々なギリシャ神話やペルシャ神話の神々の像などが、並んでいる。 心臓には、ゼウス・オロマズです。アポロミトラス、ヘラクレス、テュケなどが含まれている。いずれの像もギリシャ的な顔の造形と、ペルシャ的な服装、髪型の双方の特徴を備えている。また、山頂部は、小石が積み上げられているが、この小石は像を作った際に出た石材の破片を再利用したと見られている。ネムルト山の山頂部分に、 アンティオコス一世の墓があり、原質も存在するという説は、現在も考古学会に指示されているが、小石を人工的に積み上げて作られているため、崩落の危険性が非常に高く、発掘後の復元の可能性が低いことから、発掘調査ができないという結論に達している。原質自体も小石を積み上げて作られていると推定されており、 洞窟防止のための措置と見られている。このような建造技術は現代には伝わっていないため、復元は不可能という意見が大半を占める。王や神々の像は座して並んでおり、それぞれの像に名前が刻まれているが、いずれの座像も首から上がない。それらの頭部は像の足元に散在し、一部は花が損壊されている。このことから、 地震のために頭部が転げ落ちたとする説と、イスラム教徒による偶像破壊運動の一環とする説が上がっている。レリーフの施された石板が見つかっており、それらはフリーズを形成していたと考えられている。そこには、アンティコス一世の系譜が刻まれ、彼がマケドニア人とペルシャ人双方に起源を持つことが示されている。心臓は、至るところに見られるが、多くは、 東側と西側に集中している。西側のテラスには、木星、水星、火星などの星の配列を眺める獅子のレリーフが刻まれた石板があり、紀元前62年6月7日を示している。この日付は、建造が始まった時を表している可能性がある。頭部の保存状態はよく、東西のテラスを結んでいた壁付きの廊下の痕跡なども残っている。 観光客がよく訪れるのは6月から8月で、近隣の街は車やバスで観光しようとする人たちで賑わっている。また、ヘリコプターによる観光も可能である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。